どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、こちらの三井住友カードのですね、タッチ決済、皆さん使っておりますでしょうか。 5% 還元がねずっとやっておりまして、利用されている方ねかなり多いと思うんですよね。そんなね、この三井住友カードのナンバーレスのタッチ決済がですね、なんとね還元率が上がるということで、 A0 マイルのね還元率にするとですね、最大 4.2% 還元まで上がるということで、対象店ね限られているわけなんですけども、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、いやね、これはびっくりですね。対象店はですね、こういった形になっておりまして、こちらもね、一部なんですけども、まあ、こういったところでですね、この三井住友カード、こちらナンバーレスですけども、まあ、対象のね、クレジットカードでタッチ決済していただければですね、5% 還元がね、取れるということで、利用されている方ね、かなり多いと思うんですよね。CM とかもね、めちゃくちゃ流れておりますので、結構利用されている方ねいらっしゃると思います。まあ画像にねある通りですね、昨年だったと思いますけども、ファミリーマートは抜けてしまって、まあ、コンビニ時代はですねセブンとローソンね、まあここら辺が、まあ、メインになってくる部分はあるんですけども、まあ今回ですね、私はもうそろそろね還元率下がっていくんじゃないかななんていうふうに思ってたわけなんですけども、なんとですね還元率上がる発表がですね6月1日にございましたので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。で、公式サイトね、こういった形になっておりまして、会社のコンビニ飲食店 5% 還元ということで、こちらはですね、下の方に行っていただくとですね、お知らせということで、2023年の7月1日ご利用分より、当サービスの対象支払い方法還元率を改定いたしますということで、あ、こちらね、下がったって最初思ったんですけども、なんとね、7月1日より還元率がね、上がるっていった形になります。もちろんね、一部の還元率は下がるんですけども、今までですね、この三井住友カードのタッチ決済をね、利用されている方に関してはですね、還元率がね、同じ、もしくは上がるっていった形になります。で、詳細はですね、こういった形になっておりまして、支払い方法によってね、変わるようになるんですよね。こちらの三井住友カード、現物でタッチ決済している方、6月30日までに関しては 4.5% 還元。通常分ね 0.5% 入りますんで、合計 5% 還元ですね。で、こちらは7月1日以降も現物に関しては 4.5% 還元、通常還元率も 0.5% 変わらずということで、合計 5% 還元っていう風になります。で、こちらのカードをですね、スマートフォン、 Google Pay、 Apple Pay にね登録していただくとですね、6月30日までは4.5% 還元、通常入れて 0.5 で合計 5% 還元ですね。これがですね、7月1日以降Apple Pay、Google Pay ね、利用していただいて、タッチ決済ね、利用していただくとですね、なんと 6.5% 還元っていう風になるんですよね。こちら通常分を入れると、合計 7% 還元ということで、いやね、これはびっくりですね。ちょっと Google Pay の方は、マスターカードコンタクトレス決済はね、利用することができないみたいなんですけども、いやね、すごいですよね。で、今回はね、こちらが還元率、一生もしくは上がる方なんですけども、タッチ決済以外の場合ですね、今後ね、下がっていくっていう風になりますんで、こちらの右側の方ですね、カードの差し込み時期と読み取りは、6月30日までは 2% 還元、ID 決済も 2% 還元。で、7月1日以降はですね、こちらね、2% 還元取れなくなるっていう風になりますんで、通常のね、0.5% 還元のみになるっていう風になります。いやね、タッチ決済 7% 還元はね、非常にびっくりですよね。皆さんどっちでタッチ決済されてるのかね、ちょっと存じ得ないんですけども、まあこのね、三井住友カードナンバーですね、保有されている方、まあ保有されてない方はですね、ぜひね、対象カードね、今オリーブもありますんで、ぜひ発行していただければな、なんていうふうに思うんですけども、7% 還元は本当にすごいですよね。この三井住友カードのこの 7% 還元っていうのは V ポイントでね、貯まるっていう風になりますんで、ANA マイルにもね、交換することができます。ANA カードを持っている方は 60% で ANA マイルに交換できますんで、ANA マイルの還元率は、まあ対象点ね、先ほど出させていただきましたけれども、まあ限られるわけなんですけども、還元率は 4.2% 還元っていう風になります。やばいですよね。100円で 4.2マイル貯まる計算ですからね。本当にぶっ壊れてますよね。で、これがですね、ANA カード持ってない方はですね、50% 交換っていう風になりますんで、持ってない方に関しては 3.5% 還元になります。まあ 3.5% 還元でもね、100円で 3.5 マイル貯まる計算になりますんで、まあコンビニ決済はですね、セブンローソンとかね、対象店に関しては、
ナンバーレスのスマートフォンのねタッチ決済で、まあ、今後はね利用していった方が還元率ね 4.2%、3.5% ねどちらか取れるっていう風になりますんで、ぜひね ANA マイルね貯められている方もそうじゃない方もですね、ぜひねタッチ決済ねスマートフォンに入れてね利用ねしていただければなと思います。注意事項としてはですね、タッチ決済っていうのは原則1万円以内をね設定されておりますんで、これねお店によっては1万円超えるとねタッチ決済できません、カード差し込んでくださいって言われるパターンがあるんですよね。でそうなるとですね、この 7% とかねこういった還元率取れなくなってしまいますんで、まあ、基本は1万円未満のね支払いに利用していただくのがね安全かななんていうふうに思いますんで、この点はね注意していただければなと思います。それでは次に対象カードですね。対象カード一覧がね公式サイトに載っておりまして、まあこのね三井住友カードナンバーレスをはじめとした三井住友カードのプロパーのカードですね、たくさんね出ているわけなんですけども、注目していただきたいのはオリーブが入っている点ですね。まあ出た時にですね解説何度か出させていただきましたけれども、オリーブフレキシブルペイもですねこちら入っているっていう風になるんですよね。すごいねこれが入っててびっくりしてたわけなんですけども、このオリーブフレキシブルペイ皆さんね発行しましたかね。まあしてる方してない方ねいらっしゃると思うんですけども、まあもしね発行されてない方はですねぜひね利用していただければななんていうふうに思うんですけども、こちらのねオリーブに関してはこういったサービスがありますよね。対象店で利用していただくと最大 15% 還元ということで、今日ね話した内容が入ってないんですよね。ですのでこちらね通常は 0.5 で 4.5 はねタッチ決済の分に入っているわけなんですけども、まあこれがですね今回の改定が反映されればですね、おそらく 6.5% 還元ねこれに乗ってくるのではないかと思いますので、最大は 17% とかまでねまあ行ってしまうっていう風になりますんで、まあこれねかなりびっくりですよね。こちらに入るかどうかっていうのはですね、現時点ではね、まだ分かってないんですけども、まあ対象カードにですね、オリーブのフレキシブルペイね、入っているっていう風になりますんで、おそらくね、ここも対象になってくるのではないのかななんていう風に思いますので、まあそうなってくるとね、かなりすごいですよね。ぜひね、保有されている方、気になる方はですね、発行してね、利用していただくのもね、かなりいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、三井住友カードがタッチ決済ね、さらに還元率上げますということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、すごいですね。対象店に関してはですね、ぜひね、こちらの三井住友カードのね、ナンバーレス、こちら年会費無料でね、発行することもできるっていう風になりますんで、ぜひね、発行検討していただければなと思います。いやね、ANA マイル還元率 4.2% は本当にすごいですね。結構ね、この 5% 還元が入って、かなり経ちましたよね。で、多分ね、この 7% まで今回上げてきたっていうのは、ちょっとね、ちょこちょこ他のカード会社でもこの 5% 還元みたいなのをね、始めてきてるじゃないですか。まあ、それをね、振り払うために今回ね、まあ、上げてきたのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、いや、7% は本当にすごいですよね。ぜひね、対象店舗ね、利用される際はですね、こちらね、利用していただければなと思います。現物ではなくて、Apple Pay、Google Pay に登録したタッチ決済でね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。